セイシーオーモニア「死命の殺人」ある11月の夕方パリロケット街のささやかなカフェで2人の兄弟が殺人について論じていた2人の前には勇敢が広げてあるそれにはランド地方の炭焼きが 自分の妻と二人の子供を斧で殺したという残忍な記事が出ている二人は初めにはこの特殊な事件を論じていたのだが問題はだんだん一般的の殺人に移っていった俺は殺人の記事を見るといつでも犯人が不器用なのに驚くよ弟ポールが言うこの男だって 斧で殺した現場に帽子を置き忘れた上に血のついた靴を履いたまま村へ逃げている夢中になるからだよ兄あ里が言う前後を忘れて自分で自分のすることが分からなくなるからだ俺はそれにつけても感ずるのだがもし用心して手がかりを残さないようにしたらいくら人を殺したって分かりっこないと思うね 馬鹿言え、そんなにうまく殺せるもんじゃない。どうしても意外な方面から邪魔というものが起こるよ。そんなことがあるもんか。毎年数千の人は誰にも知られずに殺されてると思う。俺なんか他の者のと一緒に生活しているとしたら、そいつを殺すのはわけのないことだと思う。どうして何殺した後で外に出て。例えば、 家内が殺された助けてくれと大声でわめくのさそして涙でも流そうものならみんなが慰めてくれる俺はある女が夜窓を開いて寒い風を入れて肺炎の夫を殺したという話を聞いたことがあるがこんなのは誰だって疑いをかけるものはないよだのに世間の人たちは大抵人を殺すのにピストルを使ったりナイフを使ったり 薬屋へ行って薬を買ってきたりするのだ。もう自分で計画を立ててるようなことを言うね。兄・アンリが笑った。いつ人を殺さねば生きていけぬような災難に遭うかもしれぬ。もしそんな場合になったら、俺はトンマな手がかりなんか残さないよ。こういうポールの顔を見ながら、兄・アンリは、なるほど。 弟は人殺しぐらいはやるかもしれぬと考えた弟は白髪の混じったふさふさの髪の毛黒い四角なあごひげを生やした青白い丈夫そうな大きな男だった商売は安宝石の行商人だけれどいつも不正なことばかりして暮らしている兄あ里は身震いした兄は体が弱くて小さくて その上、気まで弟に比べると弱かったので、いつも弟には頭が上がらなかった。商売は窓掛けや壁掛けを売る店の番頭で、妻と四人の子供を持っている。弟ポールは独身だった。兄弟はかなりに理解し合って親密ではあったが、深い愛情があったとは言えない。二人とも貧しかったので、 片方が困るとよく金を借りたりりたたた貸したりしていた彼らは親戚といってはタランディエという叔父夫婦があるだけだったがこの叔父は金持ちであるにかかわらず2人の甥いにはあまり構ってやらなかった時々ご馳走に呼んでやることはあっても金は一フランといえども与えなかった前に述べたごとく このカフェにおける会話は11月のことであったが、その翌年2月になると、タランディエおじが死んだ。この知らせは彼ら二人の兄弟にとって暗中の嬉しい一戦であったに違いない。だが、元より頑固な老人のことだから、二人へは何の遺産も分かたない。ただ全部の遺産をおばに残し、もしおばが死んだ場合には、 弁護士のの手から年に1万フランずつの金を彼ら2人に支給するという遺言があったのみだおばは82歳だった2人の兄弟はこの遺言を知るとモンマルトルの酒場へ行って騒いで飲んだこの時の2人の話題がおばがいつまで生きるだろうという問題であったことは言うまでもないどちらにしても それはあまり長い未来のことではない。あるいは数週間後のことかもしれぬ。彼らは嬉しがるとともに頑固な叔父を恨んだ。なぜ一時に全部の金を与えないのだ。なぜ弁護士を頼んだりするのだ。おばの家には中年婦人のコックがいた。この女はおばの家で大変に重宝がられて、 ほとんど一人で一家を切り回していた時によると兄弟が訪ねて行くとこの女が「おばは病気で面会できぬ」と言って断ることもあっただがもしそれが本当なら幸福の日が二人を見舞うのも遠くはあるまいと彼らはこの知らせをかえって喜ぶのだったそのうちに二年たった 彼らはぼつぼつ失望し始めたあいつは100年も生きるかもしれんぜ弟ポールが言うと俺たちの方が年を取って先に死んじまわ兄アンリあんりが相づち打った叔母は自分の死んだ夫の2人の甥の中でどちらかといえば弟の方をかわいがった 案里は心も体も弱々しい老婆は弱い男が嫌いだった彼女には子供がなくまた子供というものが嫌いだったそしていつも兄案里が少なからぬ子供を持っていることを非難していた子供を自分の家に寄せつけることを好まなかった子供に対して時によると好意らしいものを示すことはあったが それは親切から出たものではなく彼らに対する毒々しい皮肉から出たものであった子供がないという点からだけでも彼女はポールの方をより多く可愛がった初めにはポールが訪ねてきてもめったに話をしなかったが寂しいのでだんだんポールに親しくなり時によると彼を呼びにやるようなこともあった 彼はおばの気に入りそうな話題を選んで機嫌を取ったおばは目が悪くて新聞が読めないので面白い新聞記事を読んで聞かせることもあったかゆいところに手の届くように彼女の機嫌を取った彼はおばから金を借りたかったがそれももっと大きい欲望のためにその欲を抑えた妻も子もないポールはついには 彼の寝床は暖かでコックが作る食事はおいしかったポールはおばの家の召し使いのこと医者のこと家事のこと全ての相談をおばから持ちかけられたが金の相談だけは少しも受けることがなかったしっかり者のおばは金だけは弁護士に頼んで どうしてもポールに渡さなかった彼は時によると死んだ叔父の先見を恨んだ叔父の魂が部屋の中の暗い隅にうろついているような気がして気持ちが悪かった金とそれから古い灰色のオウムこれが彼女のどうしても手放せぬ2つのものであった 彼女はこのオウムにアンナという名を付けて食事の時にはテーブルの上を歩かせたり自分の皿のものをつつかせたりして可愛がったその間にも兄アンリは弟に対して強い嫉妬を感じていた全てが彼に不公平に思えた兄はめったに弟に会わなかったがたまに会うと弟の口から 彼がおばの家で重宝がられている自慢話を聞かされたボールは部屋と食事を与えられているのみでなく時々は小遣いせんぐらいおばからもらっているごとく彼には思われたアン里はおばと弟を憎むのみか一般の世の中というものに対して不快を感じていた「ああ早く彼女が死んでくれればいい」 85, まで生きていてい何になるのだ自分は4人の子供を抱えてそれらに食わせ着せ楽しみを与えてやらねばならぬだのにポールは毎日ブラブラ遊んで何の責任も持たずにカフェへ行ったり酒場へ行ったりして暮らしているある日彼はポールに会った時にこう言った「おい100フランばかり貸してくれ」 来週払う家賃の金がないんだだっておばさんは一文も金をくれないんだよ弟が答えた兄は弟の言葉を信じなかっただが口論する気にもなれなかったのでおばさんの家の中に何か金目のものが転がっていはしないかねそんなものでもあったら売って金にして 二人で分けようじゃないか。俺は、どうしても少しばかりの金がいるんだから。弟は目を伏せて下の方を見た。なんということだ。自分が密かに考えていたことを兄も考えているのか。彼は幾度もそのことを考えたことがある。だが、 時々弁護士の事務所から人がやってきて調べるのでそんなことはできなかったとんまなことをして疑われようものならそれまでだそれより当分は現在の生活に満足していた方が良いどうせおばは近いうちに死ぬるのだおばはいつもオウムを友として遊んでいるポールはそのオウムが嫌でたまらなかった 首を絞めてやりたいと思ったこともあるほどだ。彼は時によると、おばの口真似をした。私のアンナさん。かわいらしいオウムさん。ほら、このぶどう酒をあげましょう。かわいいアンナさん。ポールはそれらの気持ちを兄に話して聞かせた。兄はそれを信じかねたような口ぶりで、 何やらつぶやきながら出ていったおばの家でポールは次第に重宝がられた彼は重宝がられれば重宝がられるほど次第に増長した不思議なことにはおばは彼が増長すればするほど彼に遠慮するようになったへんぺきの強い老いたるおばはだんだん死んだ夫の甥いポールに対して勢力を失ってきた そして彼は小学でははあっったたが時々おばから金を借りるようになった彼はその金で賭け事をしたり怪しげなカフェに立ちの良くない友人と入り浸ったりした時々は賭け事に勝つことがあったが大抵は負けて負債を作った彼はその負債が一時に払えないので時々小金を与えてほとんど9ヶ月ばかりも逃げ回っているのだ。 だが、ある夕方、彼は非常に心配げな顔つきをして案里を訪ねた。おばの家に世話になった東座は血色のいい顔をしていたが、この頃の彼は青白かった。目は血走っている。ねえ。と彼が言う。俺は途方に暮れてしまったよ。この月の21日までに、 七千フランの金を作らなくては抵都流しを喰らうのだ頼むから悪化してくれきっと払うよだが兄アンリから金を借りようとするのは砂漠で水を得ようとするようなものだ兄も金に困っていることを打ち明けたそして二人で同情し合った時は11月の夕方 激しいい雨が降っていた2人は雨の中を歩いてロケット街のカフェへ入って片隅のテーブルを挟んで向き合ったそして2つのコニャックを注文した客は少なかったさんのレインコートを着た人があちこちのテーブルに散らかって勇敢を読んでいるだけ兄と弟とは隅の大理石のテーブルに寄りかかって金を作る方法を考えた だがしばらくすると彼らは2人とも黙ってしまった言うべき言葉がもうないのだ高い窓に雨が当たって砕ける音がすると出し抜けに兄がそっと辺りを見回しキュッと弟の腕をつかんでささやいた「ポール」「何?」お前覚えているか 俺は急に思い出したよ。ほら、もう五6年も前のことだが、ある晩ちょうど二人でこのカフェに来たじゃないか。忘れたよ。どうしたんだランド地方に残酷な殺人があった晩のことだよ。二人で殺人の話をした。忘れたかい弟ポールは耳のそばをかいてコニャックをさすった。 兄は前ごみになって「お前はあの時もし自分が誰かと一緒に住んでいたらそいつを殺すのはわけのないことだ」と言ったポールはびっくりしたように目を見張って兄の顔を見つめた兄が言葉を続ける「器用に計画を立てて殺してとんまな手がかりは残さない」と言った。 ポールはわざと空とぼけているのだ彼は半ばを忘れ半ば思い出したような顔をしただがその目は細くなっている最近の彼は心の中で幾度もその計画を描いていたでも兄の口からそれを切り出されてはちょっとドギマギせざるを得ない兄からこの言葉を聞こうとは思わなかった 助かったた。ような気もした兄アンリが利益の半分を得るなら責任の半分も彼が負うべきはずだポールはただ手を下しさえすればいい彼はにやりと笑ったそして次の瞬間二人は頭と頭を突き合わしてひそひそ「死妙の殺人の相談」を始めた ポールは得意げに殺人の容易なことを断言したもののそれが口で言うほど容易なものでないことは自分でも知っていた暴力も用いず手がかりを残さないように人を殺すのは難しいことだたとえ夜間窓を開けて寒い風を入れて殺し得るとしてもおそらく老婆は一人でのこのこをきて窓を閉めるであろうポールが同じ部屋にいる時に 老婆が滑って転んで首を折ったといってはどうだろうだがきっとポールに嫌疑がかかるだろうまた彼女がそれで完全に死ぬるかどうかが疑問である浴場で溺死させてはどうであろうけれど浴室のドアにはいつも内側から鍵をかけるのだからそれもできぬ相談だ彼ら2人がその夜の夜更けにカフェを出た時には まだ計画が立っっていなかった彼らは翌日の晩にまた会うことにしたそれは十三日だっただから結婚するなら八日間のうちにせねばならぬ無論おばが死んだからといってすぐ金が得られるわけではないが近いうち大金が入ることが分かればポールに金を貸した人も待ってくれるであろう二人が翌晩カフェで会った時には ポールは顔をほてらし興奮し、兄・アンリは青ざめ焦っていた。まあ聞け。いいことがある。弟・ポールが言う。俺はこの頃、おばの家に泊まっているのでよく様子を知っているが、コックは几帳面な女だ。毎日献立表の通りに料理を作る。おばは朝食でいつも同じものを食べる。 今夜魚を食べたら、明日の晩は二つの卵で作ったスフレを食べる。魚とスフレが一日おきになっているんだ。まるで時計のように正確だ。コックは毎日お昼の食事が済んで皿を洗うと、夕食の大体の用意をやる。魚の日だったらいつでも火にかけられるように魚を用意しておく。スフレの日だったら二つの卵をかき混ぜてわの中に入れておく。 それが済むと顔におしろいを塗って服を着替えて近くの甘寺に働いている妹のところに遊びに行って30分ばかり留守だそして帰ってくるのがいつでも4時だあいつの行動を見ていると時計がいらないぐらいだうんでもそら魚に仕掛けをすることはちょいと困難だけれどねかき混ぜた卵の中に落ち込んで 二三度かき混ぜておけばわかりっこないよ。だが、ポール。どこから手に入れるんだ毒薬を。毒薬なんて誰が言ったじゃあ、なんだいどうしてもお前の手を借りなければならんのだ。俺の手をそうさ。お前も一緒だ。利益は山分けだ。 だからさ、明日誰もいないときにまる<え>を粉にするんだまるまるそうだよまるまるの壊れたのならどこの家にでもあるあれを砕いて引いて粉にするのだなるべく細かいほど効き目がある兄あ里があえいだ 彼にははそんななことをする勇気はない。だが彼がしなければポールがするであろう彼はおそらく分け前を得る時でも怯えているだろうだがすべてはポールのためだと思えばいい21日までは8日ある明日は魚の日だが水曜日はスフレの日だ安いことだ 面倒でもなければ発見される恐れもない。だが、お前が疑われるよ。兄・ン里が言う。疑われたって証拠は何もない。また、俺は疑われないために、朝食が済み次第おばの家から外に出るつもりだ。そして3時15分に庭から入っていけばいい。コックは2階にいる。 下には誰もいない。ドアのベルを押さねば二階から降りてこないのだ。家に入ってから出るまで五分あればいい。そして夜遅くなって、もう助けることができなくなって、おばの家へ帰ることにしよう。兄・アンリはいても立ってもいられない気がした。一方には、 彼がいまだかつて想像したこともない殺人という問題があり一方には今までほとんど諦めていた幸福がぶら下がっているしかも手を下すのは自分ではなくポールであるだが事情をよく知っていながらそれに手を貸してそれでポールにのみ責任を負わすのはちょっと卑怯なような気もしたまるを粉末にするのは安いことだ ただそれだけならおそらく罪人とはならぬであろう。彼が粉末にしたという証拠は誰も掴み得ないのだ。だがどう考えても、それは恐ろしいことに違いなかった。コニャックをもう一杯やれこういう弟ポールの声が彼を瞑想から現実へ引き戻した。うん。よし。よし。 と兄はうなずきはしたがそれがお酒を飲むことを承諾したのかまるまるを粉にすることを承諾したのか自分でもわからなかったこのことがあってから24時間後兄アンリは同じカフェの同じテーブルに向き合って弟に白い粉の包みを与えた彼はなんだか夢うつつの間をさまよっているような気がした その24時間をどうして過ごしたか自分でも知らないほどだった前の晩にコニャックを飲んだ時から次の晩にコニャックを飲む時までの間が白紙のような空虚であってその間を一足飛びに飛んできたようにも思われた「今日は魚で明日はスフレだ」こういう弟の笑い声が夢のように彼の鼓膜に響く。 よくく粉にしてくれたやがてポールがカフェを出かけると兄は声を立てて弟を呼び止めようとしただが彼は自分で自分の声にびっくりしたそれほど怯えていたのだ彼はその夜遅くなって寝床に入ったが安眠することはできなかった翌朝目を覚ましてみたら頭がズキズキ痛むので 妻に店へ打点させて出勤を断ったそして一日寝床の上に塞ったままその夜に起こるべき光景を胸に描いて苦悶したたぶんポールは捕らえられるだろう彼が粉末を卵の中に入れているところを誰かが発見するだろうそして捕縛されるだろうそしたら彼は自分のこともしゃべるだろう どうしてポールは人を殺すのが容易だなどと言ったのだろう。容易どころかとても難しいことだ。落とし穴のところどころにある切り株の上を渡るようなものだ。落とし穴三時半に彼は寝床から飛び起きた。弟と一緒に断頭台に上る夢を見たのだ。 どうしても弟を思いとどまらせればならぬ。彼は服を着始めた。だが次の瞬間、もう時期が遅いことを悟ってまた服を脱いだ。もうなるようになるよりほか仕方がない。ポールは3時15分におばの家へ忍び込んで、5分間後に家を出ると言った。3時15分といえば、もう15分も前のことだ。 今頃彼はどこにいるのだろうここに会いに来るだろうか彼は多分夜になるまでどこかで過ごすであろう夜遅くおばの家へ帰ると言っていたから彼はブルブル震える手で服を着始めたまだ間に合うかもしれぬおばの家へ行ってみようおばの家へ着くとすぐ台所に駆け込んで きの入っているワンを捨ててやろうたがどこへ捨てるのだ自分がおばの家に着く頃にはコックもでらから帰ってくるであろう彼女はその光景を見て理由を尋ねるであろうそしてその結果溶き卵は検査され分析されるであろうお,お神よもう今から行ってもダめだもうなるようにしかならぬ自分は 神妙にその結果を待つより他はない彼は服を着終わると妻に向かって「もういいよもういいよ」いいよと自分でも訳のわからぬことを言いながら家を出てむやみやたらにあてどもなく街を歩いたそして初めに弟と殺人の相談をしたロケット街の例のカフェへ入った そこに座って彼は時の経つのを待った今日はスフレの日だ老婆は今夜七時に食事をするまだ五時にならぬ彼は弟ポールが来ることを心に念じた同じカフェの一人の客が彼に話しかけてくるその男は鉄道会社に対して不平を抱いているらしい彼はその会社に目くぎを売り込もうとしたが 会社の方でそれを拒んだらしいそのいきさつを詳しくしゃべるのだがあんりの耳には何も入らなかった彼はそのうるさい男がすぐ死んでくれるか空気の中に消えてくれればいいと思ったやがてあんりは給仕を呼び皿の数だけのお金を払って外へ出たそこを出た彼は 時々ポールと来たことのある他のカフェへ入ってポールの姿を探した。だが、無論ポールはそこにいなかった。六時だ。もう一時間だ。彼はじっとしているのが苦しかった。彼は金を払うとまたそこを飛び出してカフェからカフェと歩き回った。六時四十五分。おお おばがスフレを捨ててくれればいいが、6時55分、7時、とうとう時間が来た。彼は帽子を取ってまたカフェを出た。ブランディが頭に登ってきた。7時半になると、彼は大声を出して笑った。結局おばは老人だ。86までこの世に生きていて何になる 彼はすべては妻と子供のためだと思ってそれで自分の両親を慰めようとしたそして頭を強いて今後の問題に向けるようにした一年に一万フランの金を受ける身となったら何をしようまず店へ出勤するのを断って長い間いじめた店のやつらを見返してやろう十字が打つ頃の彼はすっかり酔い潰れて 知覚を失って大胆になっていたいいにせよ悪いにせよどうせ済んだことだ騒いで何になる彼はポールに会いたかっただがそんなことを長く考えていられないほど疲労もしていたもう時期は過ぎているのだから仕方がない彼は家に帰ると酔った紛れに深い眠りに落ちた「アンり?」 起きなったらどうしたの？妻が揺り起こした。彼が半ば目を覚ました。11月の朝日が部屋に差し込んでいる。もう遅いね。彼は機械的に言った。8時過ぎだよ。店へ行くのが遅れるよ。昨日も店を休んだのだから、今度はクビになるかもしれないわ。 そうしたら一体どうするつもりなのアンリー昨日の記憶が静かに彼の頭によみがえってきた何いいんだよ体の具合が悪いから今日も店へは行かれないまた電報を打ってくれ心配しなくてもいいんだサイくんは探るような目つきで彼を見ながらお酒を飲んだんだね 本当にしようのない人だね。私たちは一体どうなるんだろう。そして彼女はしくしく泣き出した。女というものは何という気の小さいやつだろうと彼は思った。サイ君はくだらないことを気にして泣いているのに、彼は。また彼の頭に全てがはっきり思い出された。ポールはどこにいるだろう。 どんな結果になっただろうこんな自分の運命を消すべき大切な心配な日にどうして安穏と店へ出られよう彼はいかにも病気が苦しそうに大きな声を出してうなった崔く君をなだめるためには病気が苦しいうをするのが一番よいと思ったやがて崔く君は部屋を出て行った彼は寝床の上に横になったまま どんなな結果になるだろう、何事か起こるだろうと考えた数時間たった一番にこの部屋へ入ってくるものは何であろうポールだろうか巡査だろうか巡査のことを思い浮かべると彼の頭が熱病患者のごとく激しく渦巻き染めたお昼ごろ彼は寝床から起き上がり 服を着てぶらりと家を出た。家を出るときにはサイ君に向かって店へ行くと言ったが、無論それは嘘であった。彼はマライのカフェへ行ってコーヒーを吸った。いつものカフェへ行くのがなんだか空恐ろしかった。目的もなしにカフェからカフェとぶらつき歩いた。そしてほとんど夕食前になりかけた頃、アリベール街のあるカフェへ入り、 その店の前で今出たばかりの夕刊を買ったそしてテーブルに向かって座るとコーヒーを注文して夕刊を広げたいろんな記事に目を通していくうちふと彼は次のような記事を見つけてあっとうめいたそれにはこう書いてある「シャンティリーの怪事件」けさシャンティリーにおいて 実に不思議な変死事件が起こった。ポール・ドノエールという中年の男がオムレツを食べた後で胃に激痛を訴えたが彼はそれから間もなく非常に苦悶しながら絶命した同人はタランディエ夫人の住宅に帰職しているのであるが家族中には他に中毒の犠牲になった者は一人もいない目下原因取り調べ中 これを読んだアン里は夢を見ているような気がしたそれからのことは彼は自分でもよく記憶していない彼は自己保存の本能を働かせてどんな人に会っても知らぬ知らぬと口をつぐんで通したまた彼は実際あまりよくは知っていなかったのだ彼は何も見たのではない審問の際に太ったコックが警官に向かって 泣きながら女主人のへんぺきを訴えたそれを彼は夢の中の光景のごとく見たコックは警官に向かって「魚の日スフレの日」この言葉を何度も繰り返していたその日はスフレの日にあたっていたのに何を思い違いしてかどうしても女主人が「魚の日」だと言い張って聞かなかったと告げた 彼女が言い張り始めたら誰もそれに反対することはできぬだからコックはかき混ぜておいた卵を捨てねばならぬ羽目になっただが彼女は善良な経済的なコックだスフレを作らぬことに変更されても溶き卵を捨てはしないでは卵を何に使おうそれにはいい使い道があったポールはタランリエ夫人の家に帰職するようになってから 朝食の際ははいつもコーヒーヒとパンだけでは満足しなかった。英国人やその他の外国人がやるように毎朝朝食を食べねば承知できなかったそこでコックは翌朝その溶き卵でオムレツを作りポールがそれをおいしそうに食べたのであるしてみるとこの恐るべき溶き卵は女主人タランディエ夫人のために用意されたものであろうか もしそうだとすれば誰が犯人であろうこうしてこの新聞は何の得るところもなく閉じられたアン里の心の目の前をいろんな影が通り過ぎたいろんな考えが浮かんではまた消えていった彼は完全に弟を殺したのだ叔父の莫大な財産はいつかは全部彼と 彼の妻と子供たちのものになるのだ1年に2万フランおおたくさんの影の中で一番強く彼の頭に残っているのは新門の翌日のおばそのおばが永遠の像のごとくまっすぐにテーブルのそばに立って古い灰色のオウムの首を 愛部している姿である。